はい、今日はわらぶき屋根の風景を簡単に描くということでやってみたいと思います。これね、10月に京都府の美山町で写してきた写真です。この上の木組みがすごく立派です。で、これはこの写真のここの部分ですね。ここだけを、かなり大きく木伸ばしてコピーしてみました。で、今日の画紙ですが、ラングトン 5F サイズです。今日の絵の具です。ホルベインです。クリムソンレイキ、ピロールレッド、ガンボージーノーバ、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、バーントアンバー、以上8色で描いてみようと思います。で、わら屋根を、たくさん描かないで、今日はもう1軒だけこれを描きます。で、このサイズに合うようにこれを大きくコピーしたわけですね。で、簡単に描きたいので、デッサンが苦手だなっていう方にちょうどいいと思うんですが、これをこのように大体の感じでいいと思いますね。外のね、外角の線に沿って切ります。という感じですね。それで、坂がかった土地なので、目線としてはこの辺りが目線になります。なので、これもちょっと上上がり、これはちょっと下がりみたいな感じですね。で、これをどこに置くかっていうことなんですが、今日の光は左上からっていうことにしますので、少し右下に置こうかなと思います。このくらいでしょうかね。じゃあこれでね、外角をこうかたどっていきますよ。実にね、簡単すぎてちょっとね、どうかなと思うんですけど、下書きがね、どうも得意じゃないんですっていう方はこれでやられるといいんじゃないかなと思いますね。で、このラインですね、ここのラインをちょっと出したいので、ここも切りますよ。一旦これね、置いて、これがわら屋根の下のトタン葺き、あるいは瓦葺きの部分ですね。それの下のラインがこれになります。こういうことですね。それで、下の柱のラインです。下の柱のラインがこういうことですのでね、ちょっとずらして、この辺り、ここ、結構な複雑なんですよ、これね。こういう感じで柱が見えます。この辺はね、ちょっと草で隠れて見えないんですが。で、ここの、大体の幅でいきますね。こういう感じで板で押さえてあるわけです。で、1本、2本、3本、4本、5本っていうことです。で、向こうから出てきたのが1本、2本、3本、4本、5本っていうことですね。はい、こんな感じです。で、ここのね、下がね、ちょっと草で隠れていますので、あまりこう、どこまでも伸ばすわけにはいかないわけなので、適当なところまで伸ばしておきますね。で、この写真で分かると思うんですが、この屋根の大きさに比べてぐっとちっちゃいということです。かなりちっちゃいんですね。なので、この辺までにしておきますよ、ね。はい、これでね、大体の輪郭線が取れました。これもね、ちょっとここも書いておきますね。ここもね、で、これもね、ここがこうなりますので、ここがこういうふうになるわけです。こうですね。はい。全体の風景の感じですよね。後ろにずっと杉山が広がっているわけですが、あまり杉ばっ
杉山ばっかり描いても色がちょっと単調ですのでね、あまり描きたくないわけです。で、ここにありますね、下の方のきれいに刈り払ってこうきれいな線が見えてるわけですね。こういうのもちょっと入れたいなと思いますので、杉林の下のラインですね。で、こういうところは、手前のこういう広葉樹です。広葉樹にしておこうかなと思います。で、ここなんですけど、まあ、道はちょっとあるにしてもちょっと広すぎるわけですね。なので、ここにも手前の広葉樹、そして大きな杉の木、まあ、広葉樹があって、その向こうに杉の木がありましたよっていうことでね、書こうと思いますね。だからこんな感じでしょうかね。で、ここはまあ空にするか、まだ向こうに山が見えてることにするかっていうのはね、後で決めればいいことですので、杉山、向こうの杉山のラインとしてはこういうふうに下がっていくっていうことになります。で、この辺りにこう刈り払った下のラインが見えて、ここに大きな広葉樹があって、その向こう側に2本か3本こう杉が見えました。ちょっと下側にこの家があって、その向こうに広葉樹、さらにその向こうに杉山っていうことでいいかなと思いますね。ということであれば、道はこちらにこう来た方がいいかなっていう気がしますね。まあ、ここの辺はね、ちょっと菜園っぽくできるかなと思いますね。まあ、ここにもちょっとちっちゃめのね、針葉樹っぽいものがあってもいいとは思いますね。はい、こんな感じでやってみようと思います。じゃあ、色見本をね、作ってみますよ。今日は黄色をメインに、ガンボージーですね。秋の色、黄色ですね。これにちょっとバンタンバーを入れます。ところによっては少しね、ピロレットの赤を効かしてもいいかなと思いますね。それと針葉樹、杉の木のね、暗い緑色ですけど、コバルトブルーもしくはウルトラマリンディープとバンタンバーと少しだけサップグリーンを入れて、こんな感じ。わらや根の色っていう特別な色は作りません。まあ、多いと思うのはこういうちょっと茶色っぽいようなね、薄めの明るい色になろうかなとは思います。で、下塗りに入る前にマスキング液でね、この上の木組みですよね、マスクをしておきたいと思います。この部分ですね、これをねやっとくと白っぽい木組みが見えますよっていうのが簡単にね表現できますので、ちょっとやっとかれた方がいいんじゃないかなと思います。ちょっと抑えますね。これでね、すぐ乾くと思います。で、いらない線をね、ちょっと薄くしときますよ。粗々ね、分かればいいかなっていう感じです。この杉の木もね、ちょっとだけここ杉の幹を白くちょっと出した方がいいかもしれないですね。こうやってね、これですね、少しね、全部をする必要ありません、もちろんね、何本かやっとかれるといいんじゃないかなと思います。はい、これもちょっと押さえておきますね。じゃあ、下塗りに入っていきます。まずガンボージーですね。黄色を薄くしますよ。真ん中の広葉樹のあたりをしっかり入れておきます。その続きにバンタンバーを入れた色、まあ、黄色とね、茶色と混ぜた色ですね。はい、そして針葉樹の色、ウルトラマリンディープ、コバルトブルー、バンタンバですね。まあ、それに少しだけサップグリーンを入れます。ここのね、家のこの影の部分ですね、これも入れときます。はい、これもしっかりぼかします。はい、そして
空の色です。セルリアンブルーの綺麗な青色っていうんではなくって、ちょっとねクリムソンを入れて少し赤紫に傾けます。はい、いかがでしょうか。吸い取っておきますよ。はい、じゃあちょっと乾かしますね。はい、まだちょっとね乾いてないんですけども、次の段階に入っていこうと思います。はい、ここのね手前の広葉樹です。まあ例えばもみじであるとか欅であるとかね、そういう木をイメージして描こうと思います。ガンボウジーですね。まあちょっと茶色を混ぜて、散らしますよ。そして水のスプレーですね。もみじにしろ、けやきにしろ、まあ横へ横へこう広がるイメージ。少しね、棚状になったりすることが多いですよね。はい、そして一部ね、ピロールレッド、ちょっと混ぜますね。少し入れてみます。乾いてない段階で枝を描いていきます。ほぼほぼバンタンバーですけど、ちょっとだけセルリアンを入れて灰色に傾けます。この木はね、この下の方からっていうことにしますね。もうちょっとこの辺もね、この辺もやっておきますよ、下の方までね。まあ、当然水がね、まだいっぱい入っていますので、にじむわけです。それを利用して、じわじわ感を出すと言いますかね。メリハリをつけてね、描くところはかなり描き込む。描かないところはちゃんと残しておくっていうことでね。この部分ですね、家との境目はちょっと暗くしときたいので、茶色っぽくしときますよ。はい、そして後ろの針葉樹、この大きな針葉樹をねちょっと描こうと思います。バンタンバーとウルトラマリンディープ、あるいはコバルトブルーと混ぜて、はい、かなり薄くしました。あまり細かいこと気にせずにね、針葉樹っぽい樹形にされるといいかなと思いますね。先がちょっととんがったね。ここですね。これはまあ杉というよりは、例えば牧の木みたいにね、少しこう細めのラインをこう描いてっていうことで、杉とはちょっと違うよねっていうことです。そしてここの手前の菜園ですね、あまり綺麗な緑にしてしまうとちょっと合わないので、まあ、この今さっきここで使った針葉樹の色にちょっと緑を増やし、そしてガンボウジーも増やしっていうことで、はい、そしてこの下の方ですね、要するに植えてる作物の下の部分も非常に暗いので、バンタンバーとウルトラマリンディープでこういう暗い色をね、ところどころに差し込んで、一応こういうふうなね、うねっぽい感じを表現しておきますね。はい、そして今度こちらのね、後ろの杉山の色ですが、手前ほど緑をね強調しない方がいいので、ほぼほぼバンタンバーとウルトラマリンディープ、あるいはコバルトブルーで、薄くしますよ。そしておいて、もうちょっと茶色っぽくしますね。このくらいでしょうかね。こういう感じで、下へ下へこう下がっていっておりましたよっていうことですね。ここはね、まだもう濡れてますので、当たらないようにしながら、
後ろに続いておりましたっていうことです。ね。そうするとちょっとここが広い感じがしますのでね、ここにもね、ちょっとこういうふうにね、向こうの方のちょっと低めのね、杉並木の杉のラインがこう見えていますよっていうことでね、これで大体埋まった感じがします。で、いよいよここに行きますね。こんな感じでね、白壁にこう木組みがこう見えているわけです。なので、ほぼほぼ木組みを描けば、完成かなっていう気がしますね。で、その木組みの色なんですが、バンタンバーとウルトラマリンディープでいいと思います。で、この同じ色でね、ここの下、こう、かやぶきのこの影の部分ですね。これももうね、一緒にやっておきますね。からここですね、このトタン屋根、あるいは瓦葺きの屋根の軒です、これね。で、その下に木組みね、ちょっと印をつけておきました。ここに木組みがこうあるよっていうことですね。要するにね、あまり厳重にやらないっていうことが大切です。で、ここね、見えてないんですけど、同じような、こっちと同じような感じでね、あると思ってこう入れておきます。はい、そして、窓のラインですね。で、一応ね、これは暗くしておきますね、ざっくりね。はい、そして今度ね、ここの板ですね、板で押さえてるっていうところです。これはちょっと細い筆でやった方がいいかなと思いますね。これはかなりね、バンタンバーを増やしますよ。ここの下のラインですね。はい、そしてここね、暗いです。引っ込んでいますのでね。それからここのね、折れ曲がったラインです。岩峰寺とバンタンバーとこの辺のね、色を混ぜて、こういうふうにこう段差と言いますかね、わらぶきですから少し見えるわけです、この線がね。で、しっかり取ります。たまっているところはちょっとだけ吸い取っておきますよ。ここね、残さないように、ここをちゃんとこう埋めておきますね。はい、じゃあこれでちょっと乾かしますね。はい、だいぶ乾いてきましたので次に行きますね。ここですよね。ここね、ちょっと暗くしようと思います。この絵全体の中で暗い、一番ここは暗いわけですね。こういうところですね。そこを暗くしないと、絵全体として締まりがないっていう感じがします。コバルトブルーとバンタンバーですね。ここもね、ちょっとだけこうね、やっておきますね。で、しっかり水筆で伸ばします。で、これで屋根の形がね、だいぶ出てきたかなと思います。で、この上の方、ここはね、ちょっと茶色で暗くしますよ。しっかりバンタンバーを使います。これもしっかりぼかします。こういうところね、枝が見えてるっていうことは、そこに葉っぱがないっていうことなので、暗いわけなんですね。で、その続きにガーボンジーをちょっときれいにね、見せるためにこの辺はきれいにしておこうと思います。ちょっと心当たりにもね、黄色入れときますね。全体的にね、黄色が主役の色っていうことですよね。はい、そしてしっ
っかり吸い取っておきます。このね、軒下です。白い壁もあるんですけど、基本的にはまあ軒下っていうことで、まあ、暗いわけなんですね。ここね、こっちもね、火が当たってるとは言いながらやっぱりちょっと暗いわけです。ここですね、杉の木立の刈り払った部分の奥、つまりここは暗いんですよね。でここも乾きましたので、その奥はねちょっと暗くしておこうと思いますね。全体的にねこう暗くしとけばいいかなと思います。はい、茶色をちょっとここにも効かせたいので、この軒下ですね、ここの軒下にもちょっとね、板壁、下の方はね板が張ってあるので、まあ、板壁になってきますので、ここもねちょっとこう茶色をかましておきますね。これ板です。板を張ってますのでね、ここですよね。ここはちょっとね黄色っぽい色、ガボン地をねここ入れときますね。はい、これでだいぶねメリハリがついたかなと思います。このラインをもうちょっと出しときたいかなと思いますね。これちょっと茶色はねもうちょっと差し込みますね。この影の色にね、青色の色味がね強すぎるような気がしますので、ちょっとね茶色を足しておきます。はい、じゃあこれで乾かしてマスキング液も取りますね。はい、マスキング液もね取りました。でここはねかなり白くってもいいんですけど、ここの杉の木の部分ですね、これあまりにもはっきりしすぎると、まあ、不自然っていうことで、上からねうっすらパンタンバーとサップグリーンとセルリアンブルーをかけた色をざっくりこうやってねかけておきます。でその上に杉の葉っぱがずっとついているわけなんで、そこのところの色もちょっと濃いめにしておきますね。かなりね青っぽい色がいいと思います。はい、上に向かってぼかしておきます。はい、最後はねちょっとこう吸い取っておきますね。まあ、木組みの下を少しねバンタンバーで影を入れて光っている部分を強調します。はい、こういうことですね。ここはちょっとねしっかり白っぽくしておきたいので削り取っておきますね。ここね、からここの壁にこう出ている柱の部分です。ちゃんと描いておくべきかなと思います。ちょっとこの辺の木のねラインがもうちょっと見えてもいいかなと思います。こういうところもねちょっと欲しいかなっていう気がします。一応ね完成にします。サインを入れときます。はい、時間が経って見直してみました。ここ、それからここ、ここ、ここですね、ちょっと物足りない感じがします。ウルトラマリンディープ、バントアンバー、サップグリーンですね。でこの続きですね。
そしてここですね。これはもっと手前の木。ここはこの家の向こう側の木っていうふうにちゃんと区別がつくようにしておきます。ここのね、境目がちょっとはっきりしませんので、ウルトラマリンディープとバンとアンバーです。もうちょっとここをね、下まで引きずってこようと思います。そしてここです。畑の中に作物をね、作るにあたって杭なんかを立てますよね。そういうものがちょっとこう見えましたみたいなことがあってもいいと思いますのでね。からここもね、説明不足かなと思います。それでこの壁のとこに棒切れを何本かここに立てかけてましたよぐらいのことでいいんじゃないかなっていう気がしますね。ここの窓の暗さがちょっと足りないと思いますので、ここね、ちょっとこういうふうに暗くしておきます。からここはちょっと明るすぎるような気がしますのでね、ここちょっと暗くしておきます。はい、それで何本かこういうね、筋目をね、ちょっと立てとこうかなと思います。スレート葺きあるいは瓦屋根かもしれないんですけど、そこはね、あまり厳重に考えないでっていうことですよね。でもう少しここの枝をね、入れておこうと思います。はい、じゃあこれで一応完成にしたいと思います。